はい、ヒート B、内藤選手、花輪選手、久保選手、大橋選手、自転車の車検お願いします。それでは間もなく時間となります。マーシャルは、タミチャレ GT の最終ヒートの方お願いします。タミチャレ GT の最終ヒートの方マーシャルです。それではコースオープンしておきます。さあ、内藤、花輪、久保、大橋選手による予選最終です。3回目、総合順位5番手まで入ると A メイン確定になります。このヒートの先頭スタート、内藤選手が現在5番手につけています。はい、前者ポンダ OK でした。前者ポンダ OK です。はい、GT の最終ヒートの方マーシャルです。あと瀬戸さんかな、はい、それでは並べます。出走順、内藤、花輪、久保、大橋の順でいきます。もう一回いきます。内藤、花輪、久保、大橋です。先頭スタート、内藤が今 A メイン引っかかってます。5番手のマシーン、それではスタートします。内藤選手、花輪選手、久保選手、大橋選手。さあ、3番スタートの久保選手はちょっとふらついていたが、内藤がまず10秒8で帰っています。1周目から10秒台入れてきました。トップスタートの内藤選手、2番手が花輪、3番手久保、1コーナー気をつけて、1コーナー、はい、クリアです。さあ、久保選手はこれで最後尾に落ちていきます。大橋が3番手浮上。さあ、花輪2番手、ただ内藤に6秒ぐらいの差をつけられています。レースは4周目に入っています。そして花輪選手は現在3番手、大橋を追って、ちょっと待ってくださいね。内藤選手はこれでしょ。さあ、レース5周目に入っていきます。内藤はここでヒートのベストを10秒743をマーク。そして2番手が大橋選手ですね、ブルー。3番手が花輪、4番手が久保選手です。久保選手は後ろから来るブルー、あれを追っています、あれを追っています。久保選手は現在4番手です。後ろから来るのが3番手です。花は2番手がベスト、2人目の10秒台、10秒988をマーク。さあ、内藤、そして大橋選手は自己ベストペースでレースを進めています。さあ、花がベスト10秒83、2番手。
ただほぼ1周ぐらいの差をつけられています。トップ争い内藤トップ、花輪、そして大橋、久保と続いています。大橋が投手のベストを12秒0をマーク、久保11秒5、内藤が10秒685が出ている。さあ内藤選手の前に3台バックマーカーが出てきます。はい、大橋さんありがとう。久保さん今度トップが来ます。久保選手は後ろの後ろのブルー、あれを追っています。1秒ぐらい。さあ大久保は3番手守ってます。前のね、あれ久保選手、あれが4番手です。さあ一方トップ争い、内藤、花はほとんど一周の差がついています。内藤選手自己ベストペース17周4秒から5秒、4秒だと長谷庵がいますからね、総合順位一つ上げる可能性もあります。残り45秒、13周目から14周目に入っていきます。トップ内藤選手残り3周、今回はトップ内藤だけが17周予想です。さあそして後方では久保と大橋の3番手対決、今の時間は久保選手3番手という表示、大橋が0秒2から0秒3です。久保ここでベスト11秒51、大橋も投手のベストで対抗12秒05、残り間もなく10秒です。さあ内藤これか、花の後ろから来ます。今ストレートに入ってくるレッド、これがトップです。内藤選手ファイナルラップに入ってきました。ここで3分です。花輪ゴール、花選手2番手でゴール、内藤トップゴール。監督ふらつきながら3番手かなと大橋さんが帰ってきます。監督3番手でゴールですね。はい、前者ゴール、内藤選手見事総合5番手 A メイン入りを確定しました。このヒート2番手花輪、3番久保、4番が大橋選手という結果でした。はい、それでは 12GTR の予選3回目ですね、最終ヒートコースオープン、すでに A メインは決めた4名です。これに内藤選手を加えた5名で A メインやっていきます。諸橋、長谷庵、北川、佐藤、全社 OK です。今走った人はマーシャルです。はい、大橋さんありがとうございます。さあ佐藤裕二がかろうじてトップと言っていいでしょう。現在予選17周1秒、北川元が同じく1秒、諸橋が3秒、そして長谷庵が4秒で並んでいます。1、1、3、4秒ですね。はい、それではマーシャルが来るのを待っています。マーシャルさん OK、 あと1人誰だっけ、大橋さんいるよね、久保、花輪さんか、はいはい、花さんありがとう。そっか、連続になっちゃう。はい、出走順言います。佐藤、北川、諸橋、長谷庵、もう一回言います。佐藤、北川、諸橋、長谷庵で行きます。それでは行きます。3分間の予選2組目です。佐藤選手、北川選手、諸橋選手、長谷庵。さあ先頭スタート、佐藤裕二が10秒8で帰ってきます。破れない、10秒9、11秒台。さあ1周目は佐藤、北川、長谷庵、諸橋です。佐藤が10秒47、北川が48、諸橋92です。佐藤、北川、長谷庵、諸橋。さあ北川元が10秒457のヒートの最速タイム2番手に出てます。トップ争い100分の6秒、佐藤と北川100分の6秒、長谷庵0秒4、諸橋0秒6、50秒経過したところ、このヒートのトップ3、佐藤、北川、長谷庵、自己ベストペース、長谷庵は諸橋の前に出る可能性があります。総合順位1分経過。さあここで諸橋がベスト10秒776、このヒート4番手0秒5で長谷庵を追っている。諸橋以外は自己ベストペースです。1分10秒経過。トップ争い佐藤対北川は0秒24、
長谷庵投手のベストを10秒49をマーク、佐藤トップが10秒43をマーク、これがこのヒートの最速タイムトップが出しています。2番手北川元0秒43、3番手長谷庵0秒9、4番手諸橋が0秒8、折り返し時間折り返しです。さあそしてトップ佐藤、このヒート18周ペースと1人表示されています。10周目に入っていったところ、2番手の北川が17周0秒予想、あの間に18周の壁があります。まだ前者同一周回です。11周目に入ってきました。北川元0秒3、北川も現在の暫定ポールタイム上回るタイムです。2分経過、残り時間が1分。3番手長谷庵は北川まで0秒9、自己ベストペース、総合順位3番手予想長谷庵です。で諸橋が4番手 1.3 秒差、残り45秒。さあここで北川ですね、北川のペースが上がってきてます。0秒3ぐらいだけど、2人がともに17周0秒で帰ってくる予想。現在のポールタイムは17周1秒ですからね、この2人 TQ 逆転の可能性を持っています。トップ2佐藤北川です。16周目に入っていった2台、もう1周あります。0秒予想ですからね、もう1周ありますが、もうさらに1周ある可能性もあります。残り10秒、まずは佐藤が17周目踏んでいきます。0秒予想、北川も0秒予想のまま17周目、0秒3の差。ここで3分、佐藤ゴール、佐藤ゴール17周0秒、北川ゴール同じく0秒、諸橋ゴール、はい、前者ゴール、佐藤守りました。17周0秒7でゴール。北川元が0秒1の差で2番手、最後長谷庵3番手に上がってきました。4番手が諸橋、そして5番手の内藤選手、これが A メイン確定選手の5名です。花は久保、大橋選手は B メインで戦っていただきます。この後予選の最終結果が出ます。さあここからタミチャリ M を始めていきたいと思います。花は高瀬、田村選手ですよね。タミチャリ M は上位7名までが A メイン確定、現在7番手はハキー選手です。16周10秒と表示されています。16周10秒が7番手タイムになっています。はい、今走った12 GTR の方はマーシャルです。マーシャルです。それではコースオープンしておきます。花輪選手と高瀬選手と田村選手によるヒート C、 まもなくスタートします。花輪、田村 OK、 はい、止まってますからね、気をつけてね、止まってますよ。はい、マーシャル OK かな、マーシャル OK かな。はい、それでは出走順、ちょっと待ってね、どうしよう、出走順、花輪、高瀬、田村の順でお願いします。花輪選手は現在9番手につけている選手です。花輪、高瀬、田村の順でスタートします。それではスタートします。花輪選手、高瀬選手、田村選手、3台がスタートしていきました。さあ1周目先頭スタート、花輪が12秒3で帰ってきた。田村がこけている、直してもらいます。最後尾のしていく。さあ1周目トップは高瀬、黄色のカラーリングでした。2番手が花輪、田村が再びこけてしまった、ごめんね、はい、しょうがない。さあトップ争い、高瀬がレースリーダー、2番手が、花輪です。その差0秒63。
さあまず高瀬がレースリーダーになっている。15周ペースですね、レース序盤。さあ4周目に入っています。高瀬ハイペースですね。花との差を広げています。 1.2 秒。ちょっと田村攻めたセッティングなのか、車安定してないように見えます。現在3番手高瀬、トップがベスト11秒90をマーク。そして高瀬に自己ベストマークが点灯。総合順位上げる可能性があります。このヒートのトップ、黄色のカラーリング、高瀬選手、6周目に入っていきました。この選手だけベスト11秒台が出ています、このヒート。さあここで3番手の田村がベスト13秒25。そして花が11秒94、2人目の11秒台が2番手に出ています。さあこれ田村投手のベスト12秒39をマーク。さあトップは黄色です。自己ベストペース8周目に入ってきました。さあ今度田村再び自己ベスト12秒259投手です。投手のベスト1分45秒経過。3分間で行います。 M クラスヒート C 最終予選を行っています。残り70秒です。さあ高瀬はねこの時間帯でもペースを上げてきてますよ。自己ベストペース上げてきてます。花の後ろから来ます。花どこで行かせるか。残り1分。さあ花選手もうすぐ来そうな感じです。残り45秒。残り45秒。さあ高瀬がねいいですよペース。今15周0秒から1秒0秒だと富永選手がいます。その前まで行ける可能性がある。13周目に入ってきました。残り3周です。どれだけ詰めてこれるか。まだ富永に届かないという予想。さあそして花輪に転倒があったか。トップ争いはかなりの差がつきました。高瀬もう一周あります。残り10秒切っています。ほどけファイナルラップだと思われる高瀬、自己ベストペース。ここで3分です。コールがあるまで走ってください。さあイエロー高瀬帰ってきます。15周1秒に9番手上げてきました。高瀬選手トップゴールです。田村ゴール、花ゴール、全車ゴールでーす。高瀬選手は総合9番手確定。花は10、田村選手が11番手です。はい、この次は田中選手がいらっしゃるヒート B ですね、やっていきたいと思います。それではコースはオープンしておきます。前倒しで来ています。間に合わない場合は遠慮せずに、ゆっくりやってください。2分ぐらい前倒しで来ています。ヒート B が始まるところ、タミチャレ M です。さあここはね A メインボーダーが含まれてますね。ハキーが、3番手スタート、ハキーが7番手につけています。富永選手は今15周0秒だからね、16周に入れちゃえばそこに杉山、ハキーがすぐいますからね。はい、富永 OK、 田中 OK、 杉山 OK です。これからタミチャレ M ヒート B が始まるところです。先ほど出した人はマーシャルです。で、足りないんで誰か、ボランティアで入っていただけると助かります。じゃあ、佐藤君向こうか、真ん中いい。あ、お、高瀬君そこか。じゃあここでいい、ここで、うん、ありがとう。はい、ありがとうございます。監督大丈夫、うん、はい、全車ポンダ取れました。ありがとうございます。さあ田中、杉山、ハキーは一応 A メインボーダーには入っています。ただね、順位上げてねさらに安心したいところです。はい、それでは並べます。先頭スタートが田中選手、2番手杉山、3番ハキー、最後尾から富永が行きます。田中、杉山、ハキー、富永の順でお願いします。それではスタートします。ヒート B です。田中選手、杉山選手、ハキー選手、富永選手。
さあ4台によるヒート B がスタートしました。トップスタート田中が12秒0で帰ってきました。杉山が抜けない。滝井がいいタイムで勝ちた。さあ1周目富永トップです。2番手滝井、3番手が田中選手です。さあ富永もう後ないからね、攻めていくしかない。ブラックのカラーリングが1周目トップでした。さあ2周目どうだ、田中選手がトップ、2番手富永、3番手滝井、4番手が杉山です。さあ富永選手は今自己ベストペースでレース序盤進めています。富永ベスト11秒69、ヒートのトップです。富永2番手が田中選手、3番手萩井、4番手が杉山という表示。まもなく大時計1分を迎えるところ。さあブラックがレースリーダーです。萩井選手の後ろから来るのがレースリーダー、2番手が田中、100分の9ぐらいです。3番手が杉山、4番手が萩井選手です。4台の差がほとんどないですね。0秒64の中に全車が入っています。さあレースリーダーブラックの富永です。レースは7周目に入っていきます。さあこの週富永ミスがあったかな、12秒台がありますね。これだと順位落ちてきます。ちょっと順位整理しましょう。大時計は半分過ぎたところです。田中選手がトップ、2番手杉山、3番手が富永、4番手が萩井選手です。富永選手15周0秒予想です。16周入れちゃえばそこに萩井の2回目のタイムがあります。 MA の可能性は残しています。このヒート3番手ブラックのカラーリングの、富永選手、トップは田中選手です。2番手が杉山選手0秒13番手が、この週は3番手ハキーに勝っている、4番手が富永です。ハキーも頑張ってますね。ハキーも自己ベストペースまで上げてきそう。さあ最速タイムが富永に出ました。11秒563、4番手の富永最速タイム出している。残り40秒。さあ富永はね、前を走る覇気、あの選手今ね自己ベストペースだが、何かあればあなたが滑り込み A の可能性あります。残り30秒。さあトップ田中、2番手杉山0秒63番手に富永上がってきましたね。富永あとはもう早くくじばっていってください。ハキーと同じ0秒、10秒予想、 A メインボーダー争いです。残り15秒。やばい来るのか。同じ10秒です。さあ2番手杉山が転倒。さあこれでこのヒート2番手は富永になります。ただ富永が重要なのはゴールタイムです。ハキーが10秒5でゴールしている。さあまもなく時間となります。富永ファイナル入ったな、入った、入りました。田中ゴール。目標タイムはハキーの10秒5です。あなたも10秒で帰ってくる。ハキーゴール、田中ハキーゴール、杉山ゴール、全車ゴールです。ヒートのトップが田中選手でした。2番何があったんだ、最後杉山がミスしてますね。2番がハキー選手です。ということで富永タイムアップしたが、 A メインは一歩届かず8番手でした。惜しかった。杉山選手はこのヒート4番手です。いやー富永惜しかった。タイムアップはしました。16周入れてきました。はい、それではタミチャレの、M 最終ヒート A コースオープンします。この4名はもう A メイン確定しています。これに加えて田中、杉山、ハキー選手、この3名を加えた7名が A メイン進出者です。はい、全車取れました。全車取れました。さあもちろんこの4人は共に16周回っています。前から3秒6秒7秒9秒の選手、トップ4による予選最終ヒート、まもなくスタートします。出走順北川、設楽、長谷庵、平間の順です。北川、設楽、長谷庵、平間の順でスタートしてください。それではスタートします。最後の3分間です。北川選手、設楽選手、長谷庵、平間選手、
さあ設楽がワンコケしていたぞ。まずトップスタート、北川が11秒6で帰ってくる。ミスがあった設楽は12秒台で、ハセヤンが2番手かな。平間帰ってくる。1周目北川、ハセヤン、平間です。さあトップスタート、北川が最速タイム11秒56をマーク。設楽が11秒9、ハセヤン11秒6、平間が12秒フラットです。設楽が3番手に帰ってきました。4番手が平間選手。設楽がまたこけている。設楽がこけている。これでまた最後尾をしてきます。さあこれ投手のベストは平間選手11秒66をマーク。さあ北川元がコースレコード11秒319をマーク。トップマシーン長谷庵が2番手0秒8、3番手平間0秒3、4番手設楽5秒です。設楽11秒78、ヒートのベスト、このヒートのベストですね。1分経過です。長谷庵11秒62をマーク。ただ北川のペースが速すぎる。 1.1 秒差でストップ争い。そして平間が何気に平間が長谷庵に追いついてきてるぞ。0秒7ぐらい。設楽後ろから3番手来ます。あなたが4番手です。1分20秒経過した頃、元がこけているという情報。さあここで長谷庵がベスト11秒54をマーク。さあ次入ってくると正確な差が分かります。設楽が11秒76前出てました。レースは9周目に入ってきます。レースリーダーが変わりました。長谷庵選手に変わっています。2番手が北川1秒、3番手が平間、ここで投手のベスト11秒6、4番手が設楽という表示です。残り時間70秒。さあ長谷庵が念願トップに立っています。ここからレース後半ね、ペース上げてこれるか。まだ自身のベスト超えてこれないと予想されているようです。さあここで長谷庵ベスト11秒54。さあ自分のベストと同じ16周7秒予想まで来ました。設楽のタイムに挑んでいきます。設楽6秒です。6秒、残り45秒。さあ長谷庵レースリーダー12周目に入っていく。北川もまた来てますね。0秒2ぐらいです。0秒2ぐらい。3番手が平間、3秒1、4番手が設楽3秒1です。さあ北川元が再び来ている。長谷庵ロックオン、100分の6、残り30秒を切っています。長谷庵14周目から15周目に入っていきます。14周目に入っていきました。トップです。さあ長谷庵自己ベストマークは点灯していますが、総合順位上げるところまでいけるか。設楽の2回目のタイムと戦っています。ペースアップが必要との表示。15周目もう1周ある。3分、ここで経過しました。コールがあるまで、走ってください。さあここで北川がトップに変わってるかな。しかも長谷庵ワンコケやりました。北川、設楽ゴール、平間が投手のベスト11秒58が出ています。長谷庵ヒートの2番手でゴールしたのかな。はい、全車ゴール。ヒートトップは北川元選手でした。2番手長谷庵、3番手平間、4番手が設楽選手。結局自己ベストを更新した人は今のヒートいませんでした。少々お待ちください。この後決勝の組み合わせが発表になります。7の6だけど今2人いないから4だね。7の4。はい、それではこれからタミチャレ GT の最終3回目予選をスタートしていきます。今ちょっとね、前倒しでまた来てます。前にある人は焦らずゆっくりで大丈夫です。揃ったらコースオープンしようと思います。大橋揃ってますね。田村、浜田、大橋、それではコースオープンしておきます。先ほど走った方はマーシャルです。タミチャレ M のヒート A マーシャルです。
さあ GT クラスは A メイン7番手まで入ると A メインです、7番手につけているのは田中選手ですね。17周6秒、これが A メインボーダーになっています。今から出てくる田村、浜田、大橋は総合14、15、16の選手です。はい、全車ボンダー取れました。並べます。先頭スタート田村、2人目浜田、最後尾から大橋が行きます。田村、浜田、大橋の順でスタートしてください。それではマーシャルが今3人しかいないな。誰だっけ。あ、設楽さんいた。早い、見えなかった、うん、それではスタートします。3分間です。田村選手、浜田選手、大橋選手、全車スタートしました。さあ先頭スタート、グレーのカラーリング、田村選手がまず11秒4で帰ってきました。浜田が11秒7、そして最高尾スタートの大橋が12秒台、田村、浜田、大橋1周目。さあ2周目、浜田が最速タイムをマーク、11秒319、2番手のマシン、大橋11秒9、3番手。さあ浜田が頑張ってますよ。トップ田村に近づく勢い、その差が0秒4ぐらいです。最速タイムが出ています。2番手の浜田選手11秒31、3番手が大橋選手1秒から 1.1 秒ぐらい。さあ浜田が再びベスト11秒232をマーク、トップ争い0秒5、大橋11秒71ベスト。さあトップが変わってくるんじゃないかな。トップが浜田選手ですね。2番手が田村選手0秒26です。浜田自己ベストペース、順位上げる可能性があります。浜田で最後尾の大橋も自己ベストペースです。1分20秒が近づいてくるところ。さあここで投手のベストは3番手の大橋選手11秒409をマーク、2番手まで0秒9ぐらいです。まもなく折り返し時間を迎えます。浜田選手がレースリーダー、2番手に0秒5の差をつけています。ワインレッドの茶色かな、マシンです。浜田選手、浜田9周目に入ってきます。浜田ここでベスト11秒20、このヒートの最速タイム。さあただ田村も諦めてないですね。2番手田村、グレーのカラーニング、後ろから来るトップ争いトップとの戦い0秒5ぐらいです。食らいついてます。田村ベスト11秒260をマーク。さあ浜田選手はね、富永選手の前に出るんじゃないかと今予想されています。このあと12番手ぐらいまではまだ可能性あると思う。12周目に入っています。残り4周です。田村0秒68、2番手、3番手の大橋選手が2秒7です。大橋自己ベストペースだからね。残り40秒。さあここでトップ浜田、再びベスト11秒092をマーク。さあこれ浜田、高瀬の前12番手もありますよ。高瀬と同じところで帰ってくるというペースです。残り30秒、14周目、残り2周です。浜田残り2、残り20秒。さあ浜田ね、もう自己ベストペースであるが、さらに1個上に行ける可能性が出てきそう。さあ高瀬と同じ3秒で帰ってくる予想です。申し上げよ、浜田申し上げます。大時計残り5秒。さあこれベストは2番手の田村、11秒18、トップと0秒6の差。さあレース後半 3台全てが自己ベストペースに変わっています。コールがあるまで走ってください。田村ゴール、浜田ゴール。浜田選手がトップゴール、総合順位13番手に上げてきました。総合順位、14番手田村上げてきました。そして大橋選手が自己ベスト16番手でゴールです。はい、これからタミチャレ GT ヒート C を始めるところです。揃ってたらコースオープンします。西山、萩、諸橋いますね。高瀬、富永、
いますね。コースオープンしておきます。今走った人はマーシャル入ってください。マーシャルです。さあ先頭スタート西山父は、現在9番手につけている選手です。2秒アップ、違う、 1.8 秒アップかな、 1.8 秒アップすれば A メインボーダー入ってくる、そんな速さを持っています。トップスタートの西山選手ポンダ OK でした。で諸橋ポンダ OK、であと高瀬 OK、 富永 OK、 あとハキンさんね、ありがとうございます。はい、ストレート止まってます。気をつけてね、止まってることがあります。気をつけてください。はい、それでは並べます、並べます。全車ポンダ OK です。並べます。先頭スタート西山選手、2番手ハキイ、3番手モロアシ、4番手高瀬、最後尾から富永行きます。もう一回言います。西山、ハキイ、モロアシ、高瀬、富永の順でスタートしてください。マーシャルが、そっか、これしかいないのか、すいません。マーシャルお手伝いいいですか、佐藤君。ここそれではスタートします。西山選手、ハキイ選手、諸橋選手、高橋選手、富永選手。さあ5台がスタートしてきました。まずトップスタート西山父、11秒フラットで帰ってきました。早い、これは抜けない、さすがに抜けてこれない。さあ1周目はピンクの西山父です。2番手諸橋、3番手がハキー選手のようです。ピンクがトップです。さあ、10秒87まで来てますね。トップピンクの西山選手、2番手が諸橋、以下ハキ、高瀬、富永と続いています。はい、富永さんありがとう。さあハキが前の集、11秒11出ている。3番手諸橋追っています。濃いブルーを追っています。ハキ選手0秒5くらいだと思う。さあトップ争いは西山父と諸橋です。その差0秒4くらいです。西山父が今自己ベストと同じとこぐらいかな、もうすぐ自己ベストペースがなるのかな。1分経過したところ、富永ベスト11秒46、5番手 高瀬がベスト11秒14です。4番手ハキ寄ってます、0秒9ぐらい。高瀬君はね、水色かな、水色追ってます、水色追ってます。さあ高瀬がベスト10秒996をマーク、ハキに迫ってくる、0秒5ぐらい。富永ベスト、5番手のマシン11秒42です。高瀬追ってる、黄色追ってる、2秒、折り返しです、折り返し。さあ西山父に間もなく、まだか、まだ自己ベストマーク、同じ8秒予想ですね。自身のベストリザルト2回目と同じ8秒予想のところまで来てます、西山父。さあ富永11秒2ベスト、5番手です。高瀬追ってる、2秒変わらず。さあ1分50秒経過したところです。レースリーダーは1周目からずっとピンクのカラーリング、西山父、11周目を走っています。この選手は17周予想、2番手が、濃いブルー諸橋選手、ハキーがベスト11秒03に、3番手のマシン濃いブルーを追っているハキー選手が0秒9です。さあここで最後尾富永が転倒、直してもらってコース復帰、5番手です。さあ現在自己ベストペースなのは諸橋、高瀬、この2台が自己ベストペースと表示されています。トップ西山はベストリザルトと同じ8秒予想、残り30秒。さあトップね、西山大きなミスがありません。安定度も 99.19 とこの中ではズバ抜けているようです。2番手諸橋が0秒7で2番手、3番手がハキ 1.2 秒、4番手高瀬 1.4 秒、最後尾ミスがありました富永選手です。さあ大時計間もなく3分になるところ、西山はもう一周あると思う。さあこれ高瀬がベスト10秒92、4番手水色追ってる、1秒、3分経過しています。コールがあるまで走ってください。高瀬ゴール、西山ゴール、ハキーゴール、諸橋ゴール、あと富永さん、はい、最後富永ぶっこんできました。順位に変わりありません。さあトップゴールは西山父でした。
2番手モラス、3番手ハキ、4番手が高瀬、5番手が富永選手。今自己ベスト更新したのは諸橋、そして高瀬、この2台は自己ベストを更新したようです。後で総合順位確認お願いします。それではヒート B ですね、 GT のヒート B、 平間選手のヒートをコースオープンしておきます。さあここが本当ガチンコの直接 A 面入り対決です。先頭スタート平間が5番手、杉山6番手、7番手田中、ここまでが A 面、今足かかってる選手、そして最後尾の設楽選手は現在総合8番手の選手です。全車ポンダ OK です。上位7名までが A 面進出します。先ほど出した方はマーシャルです。マーシャルです。はい、止まってます、止まってます、止まってます。先頭スタート平間、2人目杉山、3人目田中、最後尾から設楽行きます。もう一回言います、平間、杉山、田中、設楽の順でスタートしてください。マーシャル OK、 それでは行きます。3分間平間選手、杉山選手、田中選手、設楽選手、先頭スタート平間選手が帰ってきます。10秒台で帰ってきます。10秒8で帰ってくる、上回れない、上回れない。さあ1周目は平間なのか、平間ですね、田中、杉山、設楽と続いた1周目、2周目平間が、10秒74。さあ2番手が田中選手です、0秒2。3番手に設楽が上がってきた、0秒3。4番手が杉山、0秒4です。さあ誰だ、杉山が、このヒートの最速タイムを10秒695、最後尾ですが杉山が最速タイムを出している。さあミスがあったか、田中選手と接触ありましたが、トップは変わらず平間選手です。白ピンクブラックですよね。5周目から6周目に入ってきました、レースリーダーです。と今の時点で平間だけが自己ベストを更新するというペースです。ただまだこの後分かりません。1分経過したところ、平間選手が10秒707の、ベストをマーク、田中前の週10秒79が出てました。トップは平間です。2番手が田中選手です。3番手が設楽、4番手が杉山選手、田中設楽のヒートの2番手争いが近い、0秒1ぐらい。さあこれ投手のベストは誰だったんだ、設楽かな、10秒79、田中が10秒76が出てます。田中対設楽、0秒1ぐらいです。さあそして田中選手の自己ベストマークが点灯しました。杉山選手の暫定6番手タイムと戦っている田中選手、同じ5秒予想、すごい戦い。さあ平間にミスがありましたね、これ田中がトップに勝っています。ホワイトブラックですよね、今計測ライン取ります。田中選手がレースリーダーに変わっていて、田中が自己ベストペースですね。今度は逆に平間の2回目の タイム、これと抜く可能性があります。田中選手総合5番手まであるぞ。田中選手がレースリーダー、2番手が平間、0秒9、3番手、設楽、4番手が最速タイムを出した杉山選手という表示、残り45。さあ田中が魂の走りです。自己ベスト10秒527をマーク。さあ田中平間唱える可能性ありますよ、同じ4秒対決だが若干前に出そう。残り30秒、17周4秒対決です。平間対、田中、平間選手はね序盤トップを守っていましたが、1回ミスがありました。今2番手に応じている2秒差です。3番手が設楽、0秒5ぐらいからちょっと見てみましょう。さあ残り大時計10秒です。設楽はこのヒート3番手、平間を追ってる、0秒7ぐらい、大時計はここで3分。さあ田中はファイナル入っていった、5番手なのか6番手なのかというところ、田中ファイナルラップですよ。平間ゴール、平間ゴール、田中ゴール、杉山ゴール、全車ゴール、このヒートトップゴール、田中選手総合5番手上げてきました。2番が設楽選手、3番平間、4番が杉山選手でした。自己ベスト出したのはトップゴールした田中選手だけだったようです。
はい、これから、予選3回目最後のヒートやっていきたいと思います。前倒しできてます。今走った方はマーシャルお願いします。今走った方はマーシャルお願いします。荻原選手、篠澤選手、栗島選手、瀬戸選手による予選最終ヒート、もうこの4人は当然 A メイン確定します。これに加え田中、平間、杉山、この7名で A メインをやっていきます。はい、栗島選手 OK、 瀬戸 OK、荻原 OK、 はい、全車取れました。先ほど走った方はマーシャルお願いします。マーシャルです。さあ総合、現時点トップ4による予選最終ヒートをまもなくスタートします。はい、並べます、並べます。先頭スタート荻原選手、2番から篠澤選手、3番スタート栗島選手、最後尾から瀬戸選手という並びです。それではマーシャル OK かな、これで OK なのかな、あれ人3人しかいないの、ね、4人いた、ごめん設楽さん見て見えなかった、ごめん。それではスタートします。荻原選手、篠澤選手、栗島選手、瀬戸選手、さあまず先頭スタート、荻原10秒4で帰ってきました。上回ってきた篠澤選手かな、1勝目は篠澤、10秒2で帰ってきました。荻原、栗島、瀬戸と続きます。荻原10秒3、さあ3番手の栗島が10秒3をマーク、瀬戸が10秒4をマーク、篠澤、荻原、栗島、瀬戸のオーダー。さあクショホワイトのカラーリング、篠澤選手がレースリーダー、その前を走る荻原が2番手100分の7、3番手が白黄色栗島0秒1、4番手が瀬戸0秒2です。荻原以外は自己ベストペースです。荻原選手はマシン止めました。3台になっています。篠澤選手がレースリーダー、2番手栗島、ここで投手のベスト10秒36、瀬戸10秒39、この人の3番手というマーク。荻原選手はマシン、もうこれはね記録は望みません。レースに向けた調整でしょうか、一応コースで走っています。実質3台による争い、白のカラーリング篠澤選手がレースリーダーです。ただ篠澤選手はねまだ TQ タイムには届かないという表示、荻原の6秒と同じとこであるが若干まだ足りないという表示です。ペースアップは求められている。2番手の栗島選手も自己ベスト、これが1回目の篠澤のタイムを追っている。まだ足りない、0秒5ぐらい、ゴール時点で0秒5足りない。1分40秒経過。さあレースリーダーはミスがあったのか、さあ篠澤選手に1回10秒7があったんですね。レースリーダーが瀬戸選手に変わっているようです。私見逃しました。2番手が栗島、3番手が篠澤選手という表示に変わっているようです。全車12周目走っています。18周3台回ってきます。12周目から13周目に入っていきます。さあこうなると荻原の2回目のタイムは盤石なのか、いやまだ瀬戸が速いな、瀬戸がペース上げてきてますね。ちょっと見てみましょう。この3台の中で一番後ろを走る瀬戸選手がレースリーダーです。18周6秒1で帰ってくる、6秒0が OK あるですからね、ゴール時点残り30秒で0秒1アップできれば逆転 TQ です。15周目に全車入っています。残り3周です。栗島選手が0秒6で2番手、3番手が篠澤選手0秒3、栗島の自己ベストペースであります。残り15秒。さあ瀬戸はまだ届かないという表示です。 TQ タイムと同じ18周6秒では帰ってくる。17周目に入ってきました。もう1周あります、もう1周あります。さあ全車がファイナルラップに入ってきました。3分経過しています。 TQ タイムは、現在18周6秒0です。栗島ゴール、瀬戸ゴール、はい、全車ゴールです。瀬戸選手がヒートのトップゴールだが総合
3番手でした。トップ3が18周6秒で並ぶ結果、このヒートのトップは瀬戸、2番手栗島、3番手が篠澤選手でした。おい、6秒、TQ が荻原選手6秒0、篠澤6秒3、瀬戸6秒5、4番手が栗島7秒0、以下田中、平間、杉山選手、この7名が A メイン確定です。この後予選の最終結果が発表されます。必ず確認お願いします。